はい、フォアスミアスバーチャルシンガーソングライターのマドスメイシナーです。今日は歌詞のサウンドテクスチャー、歌をめぐる音声私学論考、金子学さんの、本を読みましたんで、その話をし、感想動画かな、ブックレビューかな、しようと思います。現代音楽の本あるじゃないですか。優しい現代音楽だっけ。初めての立つ音楽、優しい現代音楽の作曲法っていう本、持ってて同じ方ですよね。あれから書かれてる方ですね。この私の周りの DTM 界隈ですかね、持ってらっしゃる方一人知ってるかな。このチャンネルの2回目のゲストの方ですね。そうそう。まあ、というわけで、このフィジカルの方を買いましたんで、話をしていこうかなと思うんですけど、まあ、これはネタバレとかないんで、そのまま話しようかな。音声私学って何よって話ですけど、音声私学は、まあ、著者さんの、あれで、造語。そうでございまして。まあ、何ですかね。音の、この歌のね、歌の歌詞の詞というものと、普通の詞というものが、まあ、違うというのかな。違うのかな。まあ、私、ある意味一緒な気もしてるんですけど、の違いとか、で、まあ、歌としての詩に、特有のものですよね。まあ、もちろん言葉なので、意味みたいなものが当然あるわけじゃないですか。ね。なんですかね、意味って。この本を読みました、みたいなのが意味じゃないですか。ね。まあ意味もあるし、まあ何ですかね。意味以上のものというのも、こう、文章には裏があるわけじゃないですか。まあそういったものもあるんだけど、歌詞特有の、ものというのがあるという話ですよね。それは、まあ音の持つ響きというものとメロディーの関係みたいなものから、で、音の響き自体がさ、こう、意味を持ってる。ある種の意味をこう浮かび上がらせる機能が、まあ、あるということもあるし、意味、歌詞カードに書かれてる、こう、意味が、何その音の意味をこう上書きしてしまうということもあったりとかね。まあなんかいろんな雑多な雑多な話なんですけど、その歌詞についての、まあいろんな話があって結構面白かったですね。オノマトペの話であるとか、まあ、日本語ってのは、モーラって言って、カタカナのモーラね。まあ、大きい。これにしようか。モーラってのがあるんですよ。これは、モーラは、モーラだから三モーラなんですよね。三モーラ。五七五七七あるじゃないですか。あれの五七五っていうのは、あれモーラ数を示しているんです。あ、文字数じゃないんですよね。だから、シャチホコニって言うとさ、文字数だと、
1,2,3,4,5,6 なんだけど、シャはこれ1モーラーなんですよ。シャ、チ、ホ、コ、ニ、あ、これ 5モーラーなんですよね。うん、これ多分あの歌の感覚がある人だったら分かる、どうなの、リズムの感覚が、日本語のリズムの感覚がある人だったら分かるような気がしますけど、ここモーラーなんですよ。まあ、で、音節を持った言語というものがあって、英語とか、そういうのが、なんか、こういう構造をしてないんですね。モーラムという構造をしてなくって、一個のこのパチンという音に、なんか、単語が入る。I have a I have a pen みたいな。1, 2, 3. そこは3つの音節なんですよ。あ、have a 一音節かな、 have a かな、ちょっとわかんないけど、二音節の気もするが、どうでしょう。でも一つの音に入るような気がするね。で、音符というものがあるじゃない、音楽、西洋音楽から来た音楽には。音符とこのモーラがこうくっついてるようなタイプと、はモーラ的な音楽で、歌詞の当て方、ふわりで、で、音節的なふわりというものも一方であって、何ですかね。日本だと、どの辺から来てるんですかね。音節的なふわりね。もう何ミスター・チルドレンとかさ、サザンオールスターズとか、その辺になってくるともう、その音節的なこの、割り方っていうのさ、すごいやってるわけじゃないですか。なので、まあなんか、結構古くから、こう音節的なふわりの仕方と、モーラの的なふわりの仕方があるなぁ、みたいな話とか。で、まあその、この質感を変えることで、この、何、音楽的な変化を、音楽的な変化を生み出すこともできるんじゃないか、みたいな話とかね。なんかいろいろありましたわ。いろいろ面白かったですね。まあ、日本語ってんだ、結構、その、バイリンガル的というか、そういう、ちょっと不思議な性質を持ってるのかなっていう気はしますね。あと、同音異語が多いっていうのもね、日本語の特徴でね。こんだらかっていうのは思い込んだ自然の道をとは、思い込んだらっていうのがさ、ヘビーな、この、聖地ローラーを、聖地ローラーのことをこんだらと言って、重たい聖地ローラーを、こう引っ張るのが、試練の道だっていう歌詞なんじゃないかって、もう多くの人が感じたりして、いたということなんだけど、歌詞は思い込んだらっていう、思い込みを持ったらっていう意味なわけ。で、それが、なんとテレビでは、字幕で歌詞がちゃんと書いてあるのに、勘違いする人がいっぱいいるのは不思議だよね、みたいな。こう歌の歌詞のね、メロディーと歌詞がくっついたことによるこうパワーがこうなんかあるんだよみたいな話とか、なかなかいろいろ面白かったです。アマゾンでさ、よく一緒に購入されてる商品っていうのは私買ってんだよね、全部。魔法のような作詞術がわかるって書いてあるんですけど、まあ何もわかんなかったです。いや、わかるのかもしれないけど、作詞術はわかんなかったです。はい。これ読んだからといって、
作詞が上手くなるかっていうと、んなことはないかなっていう気はする。なぜなら、なんかこの音声詩学が扱ってる内容って、多分 理性的な脳でこう作れる詩の領域じゃないんだと思うんですよね。あ、こうもっと無意識的というか、こう勝手に口をついて出てしまうジブリッシュ、ジブリッシュってわかりますかね、あの、むちゃくちゃな言葉むちゃくちゃ言葉ね、むちゃくちゃ言葉、あの宇宙語みたいなんですね。あれのさ、漢字に近いんだと思うんですよ。うん、で、そこに、それをなんか、自己的な分析は可能かもしれないけど、あの、こう、意図的に作ろうとすると、なんか違うものになっちゃうんじゃないかなっていう。違うものっていうか、うまくなんかそこのパワーがさ引き出せないんじゃないかなっていう気は私はしております。ああ、ただブライアン・イーノの作詞法はちょっと、あの、そのなんていうの、パワーをさ、この音声詩学が扱ってるパワーをこう引き出す方法論として、あのいいかなっていう気はしてます。どんな方法かっていうと、まあ、多分トラック先に作るんだと思うんですよ、ブライアン・イーノ。で、まあ、トラック先に作って、で、そのトラックに合わせて、あの、わーっつって、大声で歌うらしいんですよね。大声で適当な、まあ、言葉にもならない音で、あべかみあおそうつって歌うわけですよ。で、その音が、まあ、なんとなく固まってきたその音をベースに、こう似たような単語を当てはめていって歌詞を構築していくみたいな手法らしいんですね。それはなんか一つ作戦としてありだよねっていうのはありましたね。まあ私結構ね、詩先に近い感覚なんで、まあブライアン・イーノ方式はなかなか難しいんですけど、あるいは詩先でもないんだけどね、曲先なん、まあどうなんだろうね、まあよくわかんない。トラック線、まあやろうと思えばできるんだけどね。あれ似たようなもんなのかな。でも詩を先に書いちゃう。詩を先に書くと詩がね生み出すメロディーみたいなのがあるんですよ。それにのっとっていくので、まあ結果的にこの音声詩学がさ、対象としてる、ね、詩とメロディーの関係性みたいなものがこう生み出されるわけなんだけどさ、それをどこを起点にするかね、メロディーを起点にするのか、詩を起点にするのかみたいな。でそれと、こうバックのトラックをとの調和ですよね。私これね、天才的にうまいと自分では思ってる。この調和とるのね、多分私天才的にうまいと思ってるんですよ。自画自賛ですけど。そうね、詩自体をさ、書くのはあんま上手くないと思ってるし、メロディー自体も普通だと思ってるんだけど、この2つをこう合わせ込む力っていうのはさ、すごいなんか天才的だと思って。まあ、なんでその天才性に関してさ、
なんか再現性のあるメソッドにが、に落とし込めるのかっていうと、あ、落とし込めないなんだなっていうのがなんか認識できた。そんな感じ。そんな感じです。まあでも面白い本なんで、なるほど、こういうような分析ができるのか、みたいなことを、こう、感じ取ったらいいんじゃないかなって思ったりします。というわけで、まあ、あと、ポイン、ある曲とかを聴いていくっていうのも楽しいと思います。ちょっと特徴的なね、詞とメロディーの関係性について、特徴的な歌がいっぱいあるので、うん。こう、そういう曲を聴いてみるというのが、いいんじゃないかなって思いますね。というわけで、以上です。まあ、いろんな本を、ちょっと本をさ、だから、この間のラジオでも話したんだけど、本を整理しようと思って、読書の時間取るようにしてるんですよ、最近。まあ、なので、まあ、ちょっと本を読む量が増えると思いますんで、ブックレビューのチャンスも増えるかもしれないんで、今後も本をちょっとずつ紹介したりいたしますので、まあ、よかったら、チャンネル登録とかよろしくお願いします。じゃあ、おやすみよし。バイバイ。